知拡大戦略っていうところで、まあ、認知拡大戦略頭ちぎれるぐらい考えてみようと、まあ、ワンランク上の企業家マーケターになるために必要なことっていうテーマなんですけども、まあ、いわゆるその認知っていうのは僕らやっぱりビジネスとしてまあいろいろ情報発信をして、まあ、いわゆるインスタグラムであったりとか、まあ、Facebook とかね、まあ、情報発信っていうのをずっとこうやってやってるわけなんだけども、まあ、実際にですね世の中の企業家、まあ、これは僕自身も含めてうちの会社含めて僕ら皆さんが絶対目指さなきゃいけないところで何かっていうと、もう集客力をもうバチバチ強化して売上を安定して増収増益をずっと測っていきたい。もうこれはですね、もう世の上場企業もそうだし、まあ僕らも含めてですけども、すべての企業家、会社経営者、フリーランスがですね、切実にやっぱり思うところであるということなんですね。で、まあもちろん、会社を作りましたとか、フリーランスとして事業を起こしました。で、もうほっといてもお客さんがバンバカバンバカ来ると、もう売上もほっぽっといても嫌というほど上がるみたいなね。っていうのがずっと続くってことは基本的にないわけですよね。まあ何かしらの施策だったりとか努力をしないと、やっぱり今の日本っていうのは、まあいわゆる美容業界とかもそうだし、店舗もそうだよね。コーチ、コンサルティ、いろんなやっぱりビジネスがある中で、やっぱりそれぞれのライバルっていうのはもう今コンビニの数と同じぐらい同業者がいる。ね、ライバルがいる。だからお客さんっていうのが努力をしないと捉えちゃうんですよね。他者に捉えちゃう。まあ、僕らもそうですよ。いわゆる教育事業をやってる会社っては僕ら以外にはやっぱありますから、僕らも気を抜いてるとですね、競合に潰されてしまう。まあ、潰されることはうちの場合もあんまないですけども、ただやっぱりね、気を抜いてしまうと、まあ、うさぎと亀みたいな話でね、うさぎさんに抜かれてしまうみたいな、やっぱあるわけですよね。だから、じゃあ僕らとかも常に何を意識して考えているのかっていうと、結局、収穫力を、強化する。これは企業家にとって永遠のテーマだし、僕らでさえそうなんですよ。これは僕らでさえやっぱり時代の変遷に伴って使える SNS と最近だったらこういうのが出てきてとか、まあ、全部が全部飛びつく必要はないですけども、どういうふうにしたらできるだけ集客力、いわゆる集客の間口ですよね、を広くできるのかってずーっと考えてるわけですよ。まあ僕とかも結構戦略会議とかでね、まあ先日とかだったら結構会社メンバーで沖縄のブスナーとか行ってたりしたんですけども、やっぱそこでもずっと考えることってこのあたりなんですよね。で、結局集客力ってのは、まあ認知力、かっこ知名度って書いてありますけど、どれだけ多くの人に知られてるかっていう、ここだけなんですよ。どれだけ多くの人に知られてるか。で、まあ、例えば、あれですよね。最近とかだと、リラクルとかね。リラクルっていわゆるテモミンとか、いわゆる2980円でさ、マッサージが受けられるみたいな、リラクゼーションのお店が結構直営で全国600店舗ぐらい、やってるお店があるんですよね。で、リラクルとかって、まあ、テモミンとかね。テモミンって聞いたことあります？皆さん。テモミン。2980円。お、すごいですね。今、まあ、動画、ビデオオンにしてる人は、まあ、みんな知ってますよね。そう、こういうのが知名度なんですよね。で、まあ、リラクは一応全国直営でね、やってるところではありますけども、まあ、例えば、あれですよね、携帯といえば、例えば最近あった楽天モバイルとかね、すごい流行ってるんだなとかっていうのもあるし、あとはその、じゃあアイスクリーム、じゃあコンビニ行ってアイス買いに行こうってなった時に、まあ、ハーゲンダッツとか、まあ、チョコモナカジャンボとか、雪見大福とか、まあ、大体このあたりって想像つくじゃないですか。こういう結局認知力の力なんですよ。だから簡単に言うと、インターネット上で有名人になってしまえば何してもお金稼げるよっていう話なんですよね。まあ、すごい簡単にまとめてしまうと。だからメンタリスト大吾さんとかって、もう年収で本当に十何億稼いでるみたいな。まあ、彼は一応法人化してると思いますけど、まあ、言われてるわけですね。でもなんでメンタリスト大吾、彼があれだけ稼げるのかっていうと、やっぱ影響力があるからですね。影響力があるから、YouTube を始めてもすぐにチャンネル登録者も集まるし、一昔前とかだったらね、どうですかね。まあ皆さん時代じゃないかもしれないですけど、例えば与沢翼さんとかってね、いう方が結構10年前ですかね。まあ僕が当時高校1年生ぐらいの時に、まあ結構有名だったんですよね。まあバンバンテレビに出て、まあちょっと成金社長みたいなブランディングをして、まあちょっと尖った感じのね、キャラで、まあすごい人気になったんですね。まあ六本木で、秒速で1億稼ぐ男みたいなので、まあそれで一気に知名度が広がって、まあ一時期彼のスクールってのは、もう瞬間最大風速で、もう本当に数日間で4億売れるみたいなね。時とか、まあ、これはもちろん、噂なので、定かではないです。データ取ったわけわかんないですけど、まあ、それぐらい結局知名度があれば、まあ、例えば、お店を出しました。やっぱうまくいくわけですね。何をしてもうまくいく。じゃあ、その知名度、いわゆるインターネット上で、自分自身のことを知ってくれてる人を、たくさん増やせばいいけど、まあ、皆さん別に芸能人に、クラスにならなかったとしても、例えば、じゃあ、インスタグラムのフォロワーでもそうですよね。1000フォロワーしかいない人と5000フォロワーいる人だったら、どっちの方が認知力ありますかって言ったら、5000フォロワーいる人の方が5倍認知されてるわけですよね。5倍認知されてる。例えば、インスタグラムで5000人フォロワーいました。で、そのうちの 3% でも自分のお客さんになってくれる可能性があるとしたら、5000人のフォロワーの 3% って、何人ですか？
5000分の3。5000分の3だから、まあ、だいたい、150人ですよね。その150人のお客さんが、ね、2万円の商品買ってくれました。300円になるわけです。っていうような話になるので、どれだけ結局認知を拡大できるのかっていうのを僕らもずっと考え続けてるわけですね。で、今日ね、後で実際僕らがマインドマップ使ってどういうふうなね、知名度戦略を作ってるのかっても事前にちょっとお見せしながらね、これ考えていきたいところではあるんだけども、じゃあ有名になるためにどうすればいいか、結局集客の媒体を増やして窓口を大きくすること。で、認知してもらえる機会、ここが重要ですね。認知してもらえる機会をできるだけ多くなんですよ。できるだけ多く。ここですね、ポイントは。もう認知してもらえる機会をできるだけ多くしないといけない。で、これはですね、皆さん、身近な例で考えてみてほしいんですけど、例えば、最近こういう俳優さんが出てきたんだなとか、最近こういう、この女優さんよく CM 出るよねとかって、まああるじゃないですか。ね。まあ僕はあんまりテレビ見ないんですけども、ね、それで、今年の新人賞とか、新人俳優賞とか、今年活躍した、ベストなんとかドレッサー賞とかありますけども、急にポッと有名になる人っていますよね。芸能人とかにもそうだし。で、そういう人を見るときに、自分って、そもそも、まあ、例えばね、じゃあ一昔前だったら、僕はじゃあ斉藤匠さんっていう俳優さん結構好きなんですよね。じゃあ斉藤匠さんって、ちょうど6年前ぐらいになんかね、昼顔っていうドラマに出てたんですよね。で、それで一気に有名になった人なんですけど、じゃあ斉藤匠さんって、そのドラマにだけしか出てなかったかって言うと、まあそうではないと思うんですよね。やっぱりなんか YouTube とかにもなんか出てたりもしてたと思うし、まあそれから雑誌にも出てたりしたと思うし、ちょこちょこね、まあドラマ以外にも舞台とか CM とかにも出てたりしたと思うんですよ。っていうのを見て、一回そのドラマ見ただけで人って覚えないんですよ。その人のことね。だけど、ドラマでもその斉藤匠って人を見て、で、街中の看板広告でもその人を見て、で、インターネットのね、ネット記事の特集でも斉藤匠の記事が取り上げられてて、あ、それでこういう俳優さんいるんだっていうのが徐々に認知されていくわけですよ。これを言える 3.5 回の法則ですよね。人はインターネット上で3回から4回その人のことを見ると、人はその人を有名人だというふうに思うと。まあ、錯覚するっていう話があるんですけども。だから僕らとかもですね、基本的に、まあ、インスタはちゃんとやってます。インスタも実際にうちはスタッフに任せているアカウントもあるし、それだけじゃなくて僕自身でもう一個最近グルメ用と旅アカを立ち上げてですね、まあ、これも1日5、60人ぐらいフォロワー今増えてるんですけど、僕自身がね、こうやってやってるアカウントもあるんですよ。僕のその URL ね、まあ、これ最近プライベートで僕自身がこれ投稿してやってるアカウントなんですけど、まあ、またちょっと後で、チャットワークにリンク貼っときますね。で、やったりとか、まあ、あとは僕自身最近 Facebook もちょっと再開してね、これも全部僕やってます。で、あとはちょっとアメブロもね、これから再開しようかなと思ってるんですけど、それなんでかって、アメーバブログでも北野さんっていう人を見た。で、Facebook でも北野さん。インスタでも北野さん。インスタのストーリーでも北野さんいつもね、ストーリーアップしてるよね。YouTube でも確かに北野さんいつもね、動画アップしてるよね。っていう状態を僕は作りたいんですよ。で、Twitter でも北野さんみたいなね。まあ、Twitter と Instagram の一個のアカウントは僕はクリエイターさんに任せてますけども、僕自身でも1日だいたい2時間ぐらい労力を割いて Facebook やって、YouTube やって、アメブロやって、インスタやってってやったりしてるわけですよ。これはなぜかっていうと、その北野って名前をもっとですね、世の中に認知させていきたいという狙いがあるからです。で、これは皆さんも同じだと思うんですね。ってなった時に、じゃあどういうふうにして認知を増やしていけばいいのかっていうと、やり方はいろいろあるわけなんだけども、皆さんこれ常に考えないといけないわけですよ。今日の講義終わった後だけじゃなくて、もうずっとこう、うちの学科卒業した後もずっと考えなきゃいけないんですよね。で、おすすめは基本的にマインドマップです。で、今すでにやってる施策、例えばインスタとツイッターやってるよ。で、逆に今すぐにできそうな施策としては、アメブロとかフェイスブック、LINE のタイムラインとかも投稿した方がいいんじゃないのみたいな。LINE のタイムラインってあれスタンプ押されると拡散されますから、まあいいわけですよね。あとは YouTube やろうかなとか、まああとは Facebook ライブを生徒さんと一緒にコラボしてやろうかなとかね。うん。とかもそうだし、それからまあ逆にお金と時間がかかりそうだけど長期的に見たら効果的な、例えばテレビとかもそうですね。テレビ、ラジオ、出演とか、Facebook 広告、号外広告、号外広告ってあれですね、リスト持ってる人にお金払って LINE で紹介してもらうみたいなやつです。まあ、あとは、電子書籍とかね。Amazon で電子書籍。まあ、うちは今もう20冊以上出してますけど、電子書籍からもバンバンうちは集客できてるんですけど、まあ、これはまあ、ゆくゆくかなと。まあ、SNS がある程度整ってきて、広告もある程度整ってきてから電子書籍、ゆくゆくはね、やればいいんですけど、まあ、電子書籍、うちの場合は紙書籍もやってるし、あとはまあ、SEO 対策用のブログも作ってるし、ホームページからの流入ももちろん整えてるから、まあ、僕らも創業当初はね、SNS をメインでやってましたけど、じゃあ皆さんの場合もね、アメブロとかフェイスブックとか、もう基本的にじゃあフェイスブックも文章はインスタとコピペでいいよね、みたいな。っていうんだったらそんなに労力かからないわけですよね、まずは。で、やっていく。で、僕らだったら、それプラスアルファで、まあ、紙の書籍出して、電子書籍出して、まあ、うちの場合とかだったら、まあ、うちの他学科だったらね、うちの代表理事の、白髪さんとかは、テレビ出てますけども、出ましたけどもね、だったりとか、
まあ、あとは東京のキー局はだよね。これからちょっとテレビ出演とかしていこうと思ってるんですけど、まあ、あとは雑誌、うち雑誌もね、結構オファー、もう実際に中小企業の、結構有名なところの雑誌の連載をしているところから、記事書いてくださいみたいな。もう逆に僕らお金もらって記事書いて名前宣伝できるみたいなね。だ結構 SNS マーケティングについて雑誌に出たりとかもそうだし、また、うち、SYK マスターマインドっていうですね、まあ、月額9万8000円でやってる、まあ、結構クローズドなね、まあ、週一の、まあ、僕と共同代表の山崎で直接指導するっていう、まあ、グルコン形式の、コンサルがあるんですけど、そこの生徒さんと、まあ、一緒にコラボで YouTube ライブ今月やったりとか、そういう施策をやることによって、生徒さんとコラボで YouTube ライブをすると、まあ、ある程度ね、お互いある程度リスト数があって、ターゲットが同じだったらコラボしましょうという感じでそれやったんですけど、やるとお互いのリストを共有できるから、生徒さんのリストに対しても僕の名前を認知させることもできるし、生徒さんからしても僕の YouTube チャンネルからリストが流れるからお互いビビンみたいなね。とか、いわゆる、まあ、これは巨人の方を借りるっていうやり方ですけども、使えるものは全部使う。まあ、あと、うちの場合とかだったら、生徒さんね、ちょっとでも実績出たら、うちの、僕の YouTube チャンネルで実績の声全然取りますんで、全然声かけてくださいね。そしたら皆さんの LINE アットを僕の YouTube チャンネル概要欄に貼っておくので、で、それずっと資産になるわけですよね。うちの会社が成長し続けている限り、例えばじゃあ、パッと目が止まった、じゃあ、例えば、町田さんとか、じゃあ中島さんが僕と動画撮ったするじゃないですか。で、町田さんとか中島さんの LINE を概要欄に貼っておきます。で、言うと、うちの会社の、それを動画アップすることによって、ずっとそっから、町田さんとか中島さんにもリストが流れるような仕組みができるので、まあ、そういうふうなね、実績の声とかもね、うちもバンバンやってるんで、ぜひ声かけていただけたら嬉しいと思うし、まあ、こういう施策っていうのがいっぱいあります。僕の場合どういうふうな形でマインドマップを実際作っているかっていうのをちょっとお見せさせていただきますと、これ、そもそも何なのかっていうとですね、まあ、僕は結構戦略会議を旅行先で考えるときに、このマインドマップっていうのを使ってます。まあ、特に X マインドっていうのをうちは使ってます。これは、うちのスタッフもそうだし、うちの会社の各事業部メンバーもみんなこれ使ってます。で、例えば、じゃあうちのね、ある、学科の一つの大人の企業専門学校、この認知をじゃあどういうふうに拡大させていこうかってなったときにも、今すぐにできる施策と、それからお金がかかるし時間かかるけど最終的にやっていきたいこと、そして今すでにやっていることみたいなので、まあいろいろあるわけですよね。まあ今すでに出てる紙書籍、電子、 YouTube、 インスタ、 Twitter、 Facebook、 まあやってますよね。でこれから今すぐにできそうなやつとしては、例えば YouTube をもっと強化するとかね、YouTube を強化してこういう系の動画を撮ったりとか、まあ具体的に書き出すってことがすごい重要ですよね。視聴者維持率をもうちょっと 40% 以上に上げるように意識するとか、あとはアメブロと YouTube をミックスさせてもうちょっと再生回数、視聴者維持率を上げようとかね、タビオのアカウントを8月までに1万フォロワーにするとか、あとは YouTube で生徒さんとコラボするとか、 YouTube で大御所の方とライブ、まあ、先輩経営者さんとコラボするとか、いわゆる代理店を育成していくとかですね、まああとは教えていくとかしていくで、ステルスマーケティングをするとか、 VIP でもう自分たちで作るとかね。まあ、例えばですよ。例えば。だから、LINE のタイムライン戦略5つ実際に投稿するとかですね。あとはもう代理店さんに実際にうちで T シャツをもう先に作ってそれを着てもらうっていうね。まあ、これいわゆるブランディング戦略の一つですよね。うちの、例えば商品を代理販売してくださってる方に対しては、うちの会社でもうこういう T シャツね。まあ、また新しいの最近また今作ってる段階なんですけど、それを実際にお渡しして着てもらって、それを着ながら情報発信してもらうとか。まあ、あとは、YouTube だけなく Facebook ライブでもコラボできそうな人を探してみるとか、メブロとかでもランキング上に入ればそこからも認知取れるよねとか、ホニャララといえば〇〇みたいなね、独立企業なら大人みたいな、そういった認知っていうのをずっと言い続けることが大事だとか、まあ、号外広告もありなんじゃないかとか、あとは他の人の塾に入ってそこで有名になるとかね、っていうやり方もあるわけですね。まあ、あとは実際インスタグラムで直の見込み客に直 DM 送って個別相談誘導するとか、もうできる施策っていっぱいあるんですよ。で、まあ、あんまりちょっと細かくはね、ちょっとお見せられない部分っていうのもちょっとあったりはするんですけども、まあ、っていうようなのを僕らずっとこうやって書き出してるわけですね。で、まあ、前にちょっと実践会お話したと思うんですけど、このやっぱマインドマップ使うとね、本当にすごいですね、アイデアがたくさん出てきますので、まあ、ぜひ皆さんもですね、こういった、マインドマップを使いながら、まあ、今の、ま、インスタグラムをしっかりと整えながら、それと同時並行で何かできることはないか。ちょっと Facebook もちょっとやってみようかなとかね。アメブロもちょっとやってみようかなとかでもいいし、まあ、基本的に LINE のタイムラインをおすすめですよね。皆さん今すぐできる施策として。LINE のタイムラインでも、インスタントをコピペでいいんで、あれ。コピペで、投稿してみるとか。でもそうだし、で、あとその LINE タイムラインの、ね、やり方に関しては、またリンクね、動画リンクチャットワークの方で後で貼っておきますので、それちょっと参考にしながらね、ぜひやってみていただけたら嬉しいなというふうに思います。